皆さん、こんにちは。チキンチャンネルの藤田です。今はね、日没後のまったりタイムでございます。で、ちょっと見慣れないものがありますが、空気清浄機ね、ちょっと場所を変えました。っていうのはね、エアコンのフィルターがね、すぐ詰まってしまって、ね、エアコンの効きが悪くなってしまうんですけれども、それでね、ちょっと、よりね、空気清浄機、活躍してもらおうと思って場所を変えました。どうしてもね、鳥を飼ってたら、まあ、室内なんでね、粉、ホコリがすごい溜まります。で、ね、鶏の餌って言ったら結構米ぬかが入っていまして、で僕はね、もう米ぬかの粉だらけになるんで、バーディーとかコールスとかね、ちょっと米ぬか少なめの餌にいろいろ混ぜてね、与えてるんですけれども、それでもね、すぐホコリだらけになってしまいます。はい。なのでまあエアコンは効かしてるんですけどね、今までこの扇風機、これでね、ちょっと鳥の方に風を当ててて、ね、特に春ちゃん暑がりなんで、ね、それでなんとか暑さをしのいでたんですけれども、やっぱ扇風機って人間ね、当たり続けたら、いくら首を振りにしてても疲れるじゃないですか。だるくなる。まあ鳥はね、羽毛があるとは言ってもね、顔とかね、こう剥き出しに当たるし、やっぱだるくなっちゃうよね。ってことで、ね、今日、このね、おしゃれなサーキュレーターというものをね、買ってみました。これだったらね、上下左右いろいろね、自由に動くんで。でね、ライちゃんはね、ビビってないんですけれども。他の鳥ね、ちょっと警戒気味でございます。扇風機の首振りはね、慣れてるんでね、大丈夫なんですけど。はるちゃん、これ。はい。ということでね、ちょっとおやつで呼びましょうか。な、ライちゃん、トウモロコシ持ってきたから。ね、トウモロコシ食べましょう。はい。この前ね、キャベツで有名な、妻恋の方に行ってきて、妻恋か。その帰りにね、横川で、この、釜飯を買ってきました。この入れ物ね、使ってる方多いみたいなんですけれども、陶器で重いんでね、はるちゃん、トウモロコシにビビる。はい。結構使えるんですよね。はい。食べてください。ちょっとサラちゃん警戒気味か。よし、この入れ物も怖いねんな。よし、じゃあ生でトウモロコシを置いとくから食べてください。サラちゃん、ほれ。おいで、サラちゃん。出ておいで。ね、ほい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 。ほいほいほい。ね、はい、はいはい。あれ、向こう置いてもうた。はい、今ね、食べやすいようにね、こうやって細かく切ったんですけど、サラちゃんなかなか出てこない。やっぱこれ気になってんのかな。はい。サーキュレーターにね、慣れてもらう動画をね、撮ろうと思ってるんですけど、ここに置いてるだけで出てこない。サラちゃん、これでどうや？はい。ヨーグルト水。最近ね、我が家でブームの。ヨーグルト水。どうどうどう？はい。もうね、無理やり出しました。それでね、まあ、扇風機ね、こういう感じで動いててね、それほどビビってないですよね。はい。でね、サーキュレーターはね、ちょっと動くんで、ね、どんな反応するのかね、見てみましょうか。ライちゃん、なんでそんなことなる？トウモロコシのヨーグルト漬けになってるけど。うわ、やめてよ。ヨーグルト味、うわ、うわ、あんたやんちゃやな。まあ、ええや。何やってんのよ。な、美味しいか、ヨーグルト味は。はーい。これがね、サーキュレーターですよ。で、電源。で、そうだね、首振り上下左右。動くけど、これの反応。あんまり怖がってないな。はい、今上向いてる。あ、そんなに怖がれへんね、ちっちゃいから。これはコンパクトでいいや。おお、風も強力。ね、いろんな方向に行くからね、結構空気がかき乱される。言葉悪いな。綺麗にね、空気が、ま、流れて、ね、暑さマシになったらいいな。前の扇風機がこれですからね、結構でかかった。だいぶ古いやつ。ね、これが R2D2 やったら、これあれやな。BB8 やな。わからんか。あ、うんちしてる。
はい、ただね、これを買ったという自慢の動画だったんですが、鳥の反応は無ですね。これね、これ土台ごと動くからね、ちょっとビビるかなと思ったんですけど、ね、全然ビビらなくてよかったです。はるちゃんちょっとビビってる？はるちゃんほらこうやって着てみまあちょっとビビってるけどね、大丈夫やね、ちっちゃいからね腰ひげてるやん、はるちゃんな。はい、トウモロコシ3つともね、前に置きました。ライちゃんは大丈夫やな、大丈夫やな、よかったよかった。まあサラちゃんはちょっと警戒心が強いから無理やろな。はい、じゃあもうちょっとね、後ろに下げときますね。はい、ヨーグルトもいいの、黄色くなってるけど、ひたすらねトウモロコシを続いてますが、ね、もう暑いからね、なかなか外に行けないので、こんな動画ばっかりですね。早く涼しくなってほしいな。ほほほ、めっちゃ風邪いってるやん。ええやん、ええやん。なあ。うん。はるちゃん、煮干し、煮干し。煮干しを前に置いてみよう。お、食べてるな。なあ。サラちゃんは来ないね。意外とね、鳥怖がりやのに大丈夫なもんなんやな。ゆっくり動いてるからかな。よかったな。しかしみんなよう食べるな。妻越さんのね、トウモロコシ安かったんですけどね、1本100円ぐらい、めちゃくちゃ美味しかったですね。僕は生でね、かじったんですけど、甘くて甘くて、キャベツとかね、オクラとかトマトも買いました。美味しいよね。はい。でね、まあただひたすらね、トウモロコシを食べてるだけの動画、もうしばらくね、暇な方はね、見てくださいね。はい、もうね、飽きたって方はね、スキップしてください。はるちゃんちょっとね、お尻が汚れてますね、うんちがちょっとこびりついてますが、またね、砂浴びで撮ってもらいましょう。はい、今日はね、サーキュレーターを入れたというだけの動画なんですけれども、どうでもいいね、ちっちゃいネタもどんどんね、無理やり、紹介していきますので、皆さんね、覚悟しておいてくださいね。はい、でライちゃんもお腹いっぱいになったみたいでね、トウモロコシ食べないですね。サラちゃんは奥で続いてますが、ハルちゃんもちょっと食べてるかな。はい、寝ようか。はい、はるちゃんも出てきましたね。はるちゃんお腹いっぱいになったんな。あ、お腹いっぱいになった。はい、これちょっと見せてみようか。はい、大丈夫大丈夫はい、そんな感じでね、今日の動画はこれぐらいにしたいと思います。はるちゃん来たいの？はい、それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。Oh.